どうも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 夜ご飯食べます。ラーメンじゃなくて今日はこのセブンのめっちゃうまいやつにしました。これ食べ終わったらすぐやめちゃうんですけど、ちょっとねやり、え、バーヤンって言ってる人いるわバーヤンって何ですか。ばあちゃんみたいってこと。今日も一日お疲れ様でしたよ。これがね美味しいんですよね。でもめっちゃ冷めちゃったかもしれない。さっき温めてもらったけどあれ、これ私合ってる、アカウント合ってるか。パパさんまどかのやつやってんのかな、ちゃんと。前髪が伸びてさ、どうすればいいのか分かんないんですけど、どうするべきなんですかね。緑めっちゃ似合ってる、ありがとうございます。これ超美味しいんですよ、セブンのやつ食べてみてください。あっつ、跳ねた。食べてみてください。これはね、チャオパニックのニットです。お腹すいた。でこれを飲みます。シードルめっちゃ好きなんです、これ。うまい。同じニット持ってますって絶対嘘じゃん私の知り合いが同じにと思ってますって言ってますわ、男なのに。何してる時が一番幸せですか。寝てる時でしょ、どう、絶対寝てる時最高、睡眠が一番好き。うまい。今日は何のラーメンですか。すいません、ラーメンじゃなくて、ラーメンにしようとしてたんですけど、セブン行ったらねこれ食べたくなっちゃって。これがうまいんだわ。汚いけどすいませんめっちゃ跳ねた。ショートパスタって美味しいですよね。もちもちしてて。今日メイク濃いめですか。うん、よくわかりましたね。ちょっと濃いめ。自炊しますか。全くしないです。コンロの火つけたことない。自分で作っても美味しくないんですよね。なんていう商品ですか。これはね、ごめんなさい、汚くて反転してるわ。ショートパスタ、エビとホタテのトマトクリームってやつ。こっち見せればいいのね。スタバで何飲んだんですか。ほうじ茶ティーラテですね。私コーヒー飲めなくて、飲めるようになりたくて何回も練習したんですけど飲めなくて、だからなんかもうティーラテしか飲めないです。ほうじ茶ティーラテか抹茶ティーラテかココア。油そばとか混ぜそばとかも食べますか。めっちゃ食べます。アーカイブ残りますか。いや、うまくいけば。でも長すぎて見ないですよね。ネイルかわいい、ありがとうございます。これめっちゃかわいいでしょ。よく見えないけど。カフェラテは、カフェラテも飲めないんですよ。コーヒーいくら甘くしても飲めないから、もうなんかティラミスとかコーヒーゼリーとかあの風味のするやつ全部ダメですね。肉じゃが特級症ですね。でも作ったことない肉じゃがなんて。サークルコンですかって。
サークルコンって何、ああそうそうそう、コンタクトの話、そうですよ、三白眼なんですよ私、黒目めっちゃちっちゃいんですもん、だからそれがめっちゃコンプレックスだからもうコンタクト入れてます。普通に視力も悪いし、で合ってる、サークルコンってサークルカラコンってこと？これ外したら三白眼なんですよ。おすすめのカップラーメン、スミレじゃないですか。あとこの間の六輪車めっちゃ美味しかったわ。眉毛綺麗、ありがとうございます。めっちゃしっかり描きました。先週より髪短い、耳にかけてるからでしょうか。やばい、どんどん食べちゃう、うまっ。三白眼うらやましいですって。私は全然似合わない。今でも山内にカバハンって呼ばれてんの呼ばれてますよ、もう一回大きい声でカバハンって。私も川沢さんぐらい短くしたいです。してみてください、私が行ってる美容室で。体重とか気にしますか？でも最近全然体重計乗ってないんですけど、でも大学生の時とかめっちゃ気にしてました。めっちゃもう 0.2 キロ増えただけで絶望みたいなぐらい気にして断食したりしてましたね、アホみたいに。全然なんかカロリー計算とかもして、今はなんか気にしなくなりました。気にしない方が太んなくなったような気がします。Mニットの時ですか？あ、そうそう、20歳ちょい過ぎとか。でもずっと大学時代ずっと気にしてたな、体重。40キロ切りたいって思ってましたもん、ずっと。アホですよね。うまい。なんか私これ自分でコメントできるの？どういうこと？身長は100何センチですか？158センチ、平均身長です。やばい、あと4粒で終わっちゃう。口周り汚いですか？明日何時起き？何時に起きよう決めてない。うまい。毎日化粧何分ぐらいかけますか？マジで時間によりますけど15分とか。
食べるの早い。めっちゃ美味しくて一瞬で食べちゃいました。はい、終わった。めっちゃ寒いしたな。食った食った。明日は休みですか？明日は仕事です。YouTube 始めないんですか？一応自分の YouTube チャンネルもありますよ。自分出てないんですけど、作品だけ上げてるやつ。モダンダンスは何歳の頃から習ってるんですか？高校の3年間部活でやってただけです。お酒残らないの？いや、めっちゃ残ったけど今日は飲みます。これはとかお店で買いますか？ネット、ネットが多いですけど、最近なんか店に行ってる。あ、めっちゃ赤くなった。書きすぎた。かゆ。休み不定期ですか？はい。一人暮らしどうですか？もう大学1年生の時からずっと一人暮らしだから、6、7、8年一人暮らしして、一人暮らしじゃないともう無理ですね。ほうれん草とオクラどっちが好き？めっちゃ迷う。どっちも。めっちゃだるそう。恥ずかしいエピソードはね、ありますか？なんか、スポーツジム行ってランニングマシーンでめっちゃ思いっきり転んで血まみれになった時とか恥ずかしかったです。スタバで一番好きなメニューはシュガードーナツ。吉本坂恋愛 OK なんですか？余裕で OK だと思います。結婚してる人いるし、メンバー同士。いつも朝ごはん何食べますか？朝ごはん食べないんですよね。食べらんなくて。食事で気をつけてることありますか？絶対気をつけた方がいいけどないです。仲いい社員さんいらっしゃいますか？同期はみんな仲いい。社員を知っていますか？じゃあみんな名字呼び多いから窓か呼びありですか？嬉しいです。大学生のうちにしておいたこと、しておいたこと。いや、私全然、また大学戻りたいですもん。今大学通い直したい。めっちゃ後悔します。全然何もできなかったから。今何分ぐらい経ったんですかね。就活いつから始めましたか？大学院、覚えてなすぎる。でもインターンとか行ってたから大学院1年生の時ですかね、の夏。食べ終わったのでもう寝ます。
バイバーイ。見てくれた人ありがとうございました。なんかめっちゃ就活の質問が来るからそれだけ答えて寝ましょうか。吉本に就職するには何が一番大事？全然私も一回落ちてますからね、わかんないんですけど、元気じゃないですか。声でっかく、声でっかく挨拶、失礼します、よろしくお願いしますってめっちゃ大きい声で入室してでめっちゃ大きい声で自己紹介して、自信満々にハキハキ喋れば、なんかこの元気でいいかなって思ってくれる人がいるんじゃないですかね。とにかく大きい声で自信ありげに喋ったらいいと思うんですけど、なんか嫌な感じになったらね、自信あるっしょ俺みたいな感じになっちゃうとダメだから、もうありのままで、ありのままでいきましょう。ってわけでバイバーイ。